やってたこと今できるかなっていうところですかね、はい、トライしてた時期と今とだいぶ年齢もかけ離れてるんで、まあ、あの時は思いっきりチャレンジしてたような動きをしてたんですけど、まあ、この年になるとなかなかチャレンジってないじゃないですか、まあ、これを機会にちょっとまたそういうチャレンジしてみたいなっていうのもあって、はい、まあ、今できるのかなっていう場所が実際まあほとんどだと思うんで、まあ、唯一、まあ、あの辺が、まあ、場所的に OK かなっていう感じですね。ちょうどパート撮ってたアンリミットっていうビデオのパートの部分の撮影の時に回ってた時に撮ったものなんですけど、実際はあの動画じゃなくて写真で、あのトランスのスポットライトで使われてると思いました、はい、まあ、フェイキー系のトリックが多かったんで、まあ、その当時は得意だったっていうのもあったんで、まあ、いけるかなっていう感じでやってました、はい、夜だったんでだいぶ弾いた記憶はありますね。結構アプローチに結構苦戦してたような感じはイメージ的ですけどね、はい、僕もともと静岡なんで、でどうしても撮影場所ってなると大体静岡か、まあ、あの都内の方出てってなるんで、でその辺で知ってるスポットを回ってる感じでしたね。動画も実際撮ってたんですけど、実際使ったのはその写真の方でしたね、はい、あの時ちょうど時代的には結構デッキはまだちっちゃい時ですね。普通に 7.5 から 7.6、 7.75 ぐらいまでの、だからデッキ自体そんな長くないじゃないですか。だから意外とこうギリギリで弾けるんですけど、今ちょっとでかくなってると長さが出てきちゃうと、弾いてから降りる時にノーズかなんか残りそうな、ただ昔よりウィールのサイズとかちょっとでかくなってるからスピードは乗せやすい、ただでかくなる分高くなるから今度弾きにくかったり、今一番はそこに持っていくのにどのサイズをチョイスするかっていう今悩んでるところです。やることに対して特化したものを選ぶって感じですね。まあ、ゴルファーじゃないですけど、いろいろクラブ距離感で選ぶじゃないですか。もう年なんである程度道具に頼らないと。一つのサイズ、このサイズがいいからずっとそれを乗ってるっていうのが嫌なんですよ。とりあえずいろんなサイズ乗りたい。でやっぱそのサイズに合ったものっていうのがすごい分かるんで、もう始まってます、始まってんですよ。どうなんでしょうね、はい、まあステア系なんで衝撃がどんなものかなっていうところですね、はい、乗る乗らないっていうよりまずそこを実際ちゃんと弾いてトライできるかなっていうところですね。一番は行ってみないと分かんないです。もうそればっかりは、それが多分これからのモチベーションにもなると思うんで、まあここはちょっと一回、まあ時間かかっても乗りたいには乗りたいですね、はい、なかなかもう昔やったことをトライするチャンスってなかなかないじゃないですか、はい、だからこれを機会にちょっともうワンランクアップさせたいですね、はい、年齢的にはもう体力から何から落ちていくところなんで、まあ、ある意味ステップアップ、戻るんですけどステップアップみたいなもんですね。僕、まあでも体力的に持てば乗りますよ、乗りに行くとは思います、はい。
てみたんですけど、まあいろいろと、まあ、厳しい部分があって、まあ、立場的にもそれ以上やったらまずいのかなっていうのもあって、まあ、今回はちょっと断念するしかないですね。まあ、せっかく来たんで、まあ、何もしないで帰るように、まあ、軽くスケートセッションでもしていこうかなとは思います。久々にその場所行ってみて、まあ、ちょっとやっぱだいぶ変わってた、自分の想像してた部分と変わってたなっていうのもありましたね。まあ、実際トライできなかったんですけど昔やってた時よりも、まあ、ちょっとやっぱスケートに対して厳しくなってるかなっていうのが、まあ、できなかったのはちょっと残念ですけどね。まあ、自分のやっぱ立場的なものもあって、なかなかやっぱストリートってなると、まあ、やっぱちょっと世間の目的なものもあるんで、まあ、僕的にはまあ年齢もいい年齢なんで、そこはちょっとご利用しするのはちょっとどうかなっていうのもあるんでまあしょうがないですね。思い出したのはアプローチなら継ぎ目のとこですね。はあ、それも確か昔ちょっとその継ぎ目の部分があって気になったなっていうのはあったんですけど、今回それ見て、まあ、ちょっと段差がその時よりちょっとひどくなってたなっていうのは感じましたね。普段最近なかなかストリートで滑ることないんで、カタカタカタっていうタイルの感じがなんか逆に新鮮でした。まあ、それに対してのちょっとイメトレだったりちょっと準備はしてきたんで、まあ普通にフェイキオーリー叩けたらいけるかなっていう感じはありましたね。はい、そのちょっと継ぎ目だけちょっと気になったぐらいで、そこさえクリアしてたらあいけるかなっていう感覚はありました。まあ今回、まあ、実際来て、まあ、昔できたのに今行ったらできないっていうスポットがやっぱ多分多々あると思うんですよ。だからやっぱりまあ、トライ、その場所がトライできるときにどんどんやっといた方がまあいいんじゃないかなとは思いますね。まあさっきも言ったように立場的なものもあるんで、そこはご利用しできないかな。だったらあれに近いような感じのところを見つけてやりたいなっていうのはありますね。あれよりもうちょっとグレードが高いところでもいいと思うんですよね。はい、とにかくまあある程度イメージは湧いてるんで、まあ何かしらリベンジはしたいです。はい、まあ今いろいろ全国的にやっぱスケートパーク増えてるんで、まあ環境的にはいろいろ整って練習はできると思うんですけど、やっぱりスキルアップって考えるとやっぱ条件が整ってない場所でどれだけまあ自分の持ち技じゃないですけど得意なトリックができるかっていうのも大事かなと思いますね。まあでもトライできなかったんですけど、なんか久々にその自分が昔やってた場所っていうのも見れたし、まあそれはそれですごい
またやる気も出てきたかなと、モチベーション上がったなっていうのはあります。まあ基本的には実際スクールをやってるんで、そこ中心にはなると思うんですけど、やっぱり今回ちょっと撮影的な雰囲気がまたなんかちょっと心地いいなっていうのがあったんで、やっぱちょっと撮りたいですね。パートとかやりたいです、はい、この年齢でどれぐらいいけるか。